ここまで味方に一度も会わなかった。カン・アンコク戦った前せい。どう考えてもおかしいんだ。うん、まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。任せよ。そう、向けるってことは敵ですか？戦うしかないですよね。マイ、ここはまことに小牧山。戦場の空気が妙だ。平八これにあり。せよ。家康様、どこにいるんだろう。これぞ嘘。なんか変な感じです。足場軍も見当たらない。一体何が起きているんだ。平八これにあり。あれは一体何ですか。任せよ。あんなの見たことも聞いたこともありません。なんだあいつは。あの服装、例の連中の仲間か。初めて見る顔だ。やはりあいつらの仲間だな。あいつら誰のことだ。とぼけおって力ずくで追い払うまでよ。なんという無用な。厄介な奴らめ。けど俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強気あるじゃん。死ぬり勝つに突っ込む。言われなくても分かっています。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。かの軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして半島の同盟軍でしょうか。落ち着いてください。母上、それにして様子が変です。お前たち、羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。何を言っている。俺の腕見せてやる。歴史の青や騒がしいと思ったら見なるの顔ぶれですね。大方例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。せい。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでした震えるかもしれない。ただならぬ破局。
あれが敵の総大将でしょう。そのようだ。気を緩めるなよ、死に。ここまで、ここまでですぜ。これより先へは行かせませぬ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、シェフの言うことなど信じられませぬな。真剣に倒す。面白い。貴様ら、俺と戦え。並々ならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。消えるぞ。どうやら俺を本気にさせたいようだ。うまく。これは執着。よかった。戦場。完璧よ。うまくいったか。よかった。